どうも、こんにちは。そっか、じの久保です、えー。今回ですね、子供が将来なりたい職業と逆にですね、子供について欲しくない職業の比較がありましたので、ちょっと紹介したいと思います。ご覧になっているように、こんな感じになってますよね。えー、やっぱりね、YouTuber ってものが軸になっているのはお分かりいただけると思います、えー。ちょっと順番に読み上げていきましょうか。子供が将来なりたい職業、YouTuber。2位が漫画家、イラストレーター、アニメーター。 いいですね漫画とかアニメで楽しんでる時期ですからね、えー、それからやっぱ芸能人ですかで子供から見る目線っていうのはこういう風に華やかで面白そう楽しそう儲かりそうみたいなところがね、えー、こういう風に批判されてると思いますそして子供ですからゲームをたくさんすると思いますしゲームをするためにはプログラマーっていうのがね、えー、一つの支えになると思いますんでゲームクリエイターとかプログラマーになりたいなとも思ってるんでしょう え、それから、あこれはね、女の子かもしれませんけども、やっぱり子供が憧れる食品っていうのは、まあケーキとかね、お菓子だったりするんで、5位にはパティシエとか、パティシエールっていうものになりたいなぁと、うん。やっぱ美味しいものを食べて美味しいものを作って美味しいものを食べさせたいなっていうのね、まあなんとも夢に溢れた子供たちがなりたい職業ですね。YouTuber で多くの人に楽しんでもらいたいと。で、漫画家とか。 アニメーターになって、たくさんの人を喜ばしたい子供たちのためにね、なんか将来大人になったら、子供のためになんかやりたいとかね。それから芸能人として、えー、たくさんの他の人とうんいろんなね、喜びとか共有したいなと、エンターテインメントしたいなっていうところとかね、映画出てみたいなとか、あるんでしょうね。ゲームクリエイターとかプログラマーもいいじゃないですか。まあ、とかく人を喜ばせることが子供の夢になっているというふうに考えることができます。えっ、ー、と、同じようにね、子供についてほしくない職業として、 親が選んでいる、その第一位がユーチューバーなんですよね。うん。で、ここでちょっとね、考えをまとめてみようかと思いますけども、え、なんでね、ユーチューバーになってほしくないのかなと思うんですよ。まあ、理由はいくつかあると思いますけども、まあ、親がユーチューバーに対して、いいイメージを持ってないから、うちの子供にはなってほしくないと思うんですよね。ユーチューバーにいいイメージ持ってたら、自分たちの子供が将来ユーチューバーになってくれたらなとか、思うはずなんですよ。どうですかね。もしくは、 ユーチューバーに子供がなりたいって言った時に、それを応援することができない自分の力量とかってものに、ちょっとね、頓挫してるのかなと思いますね。で、2位。子供には芸能人になってほしくないと思うみたいですね。まあ芸能人といえばね、やっぱこう叩かれちゃったりするとかね、スキャンダルとかね、それからプライベートがスケスケとかね、そんな感じで、 個人としての自分の子供が商品として不特定多数の人にさらされるのがやっぱ嫌だってことなのかもしれないですよね、まあ、これはだから YouTuber と同じような原理だと思いますそれから3位に自衛隊ってのが入ってくるんですようん、まあ、自衛隊ねあの名誉ある職業だと思うんですけどもでもやっぱり自衛隊に自分の子供はいってほしくないなっていうのは何なんでしょうねうんやっぱりこうおそんな人のために働くよりも自分の幸せを追求してほしいみたいなところなんでしょうか えそして4位政治家確かにね政治家になるとやっぱり汚職とか官僚とか叩かれたりとか足引っ張られたりとかあんまいいことないですもんね、うん、でも政治家になると、うん、金銭的にはすごく楽ですしそれから名誉もついてもあるんで、まあ、そういったねいわゆる下々の騒ぎをもしね見ないんだとしたら政治家は黄金の職業だと言えます5位介護士ってのがあります 自分たちの子供には介護士になってほしくないっていうふうに親が思ってるんですよね。まあなんか個人的には世も据えたと思いますよね。介護士がなんで嫌なんでしょうね。そんなに親から見て介護士って子供になってほしくない職業なんでしょうか。まあ随分勝手なこと言ってるなというふうに思いますけども、まあこういうアンケート結果なんでしょうがないです。で、ちょっとまとめてみたいんですけども、あの、なんでね、子供にこんな職業についてほしくないって思ってるのか、多分ね、 苦労しそうだし、あんまり儲かりそうにない、損しそうだから、子供にはこの職業についてほしくないと思うんじゃないかなと思うんですよ。例えば YouTuber はね、YouTuber として、うん、生計を立てれるのは一部の人だから、だから、生計立てられないから YouTuber になるのは、やめてほしいなって思っちゃうんですよね。でも夢って別に値段がつくもんじゃなくて、生計を立てても立てなくても、うん、やっぱ YouTuber ってできると思うんですよね。ね、芸能人もそうですよ。別にローカルな芸能人でも、 なんかね、舞台俳優とかね。そうなんでもいいと思うんですよ。何もね、世界のひのき舞台に立つだけは芸能人じゃないですからね。うん。まあその他にも、いろいろありますけども、多分、親の気持ちとしては、我が子に苦労をさせたくない、損をさせたくないから、YouTuber、芸能人、自衛隊、政治家、そして介護士ってのは進められないんでしょうね。で、子供がなんでね、YouTuber とか、アニメーター、漫画家、芸能人、ゲームクリエイターとか、パティシエになりたいかっていうと、うん、多分一つには、楽しそうだし、 同じ,感じをつけて、楽できそうだかからじゃないかないと思うんですよ楽しいことを仕事にするとなんか楽しそうだなとかねで、しかもなんか儲かってるとこしか見ないですから儲かりそうだからなんじゃないですかね、うんまあ、どちらにしても1位の YouTuber で子供がなりたいってものと子供になってほしくないってものがこういうふうにね対立してる図ってのは、うん、多分大きなあの子供に対してねあの圧力になるんじゃないかなと思いますよねどちらかというと子供が何を目指しても親は協力できるような力量を広げといてあげてほしいなと思うんですけどね で、もう一歩踏み込んでみると、まあ、親がね、なんで子供が目指している職業を止めるのかってことなんですけども、まあ、これは単純にその子供の夢を実現させる力が親にないからじゃないかなと思うんですよ。いや単純な話ね、はじめ社長とかヒカキンさんが子供が生まれてね、子供が YouTuber になりたいって言ったら、多分引き上げてあげることってできるんじゃないかなと思うんですよ。うん、だから政治家の子供が政治家やったりとか、 うん、なんか、スポーツ選手の子供がスポーツ、やっぱりやったりとか、親の環境ってのが子供に、まあ、ものすごく影響を及ぼしますからね。うん、だから、親があ、やっぱり子供が憧れるような生き方をしていれば、子供は親の言うことを聞いたりとか、親の軌跡を辿っていくと思うんですけども、やっぱね、なんか、こんな仕事についてほしくないなっていう風に、YouTuber や芸能人あげちゃうと、真、ま、っ、あ、先に子供が一番の敵は親じゃないかって思っちゃうんですよね。<laughs> そういうところはあるんじゃないかろうかと思います。で、 子供の将来つきたい職業が YouTuber 漫画家芸能人ゲームクリエイターパティシエっていうことはね多分ねこの子供の親はそれぞれのこの職業やってないと思うんですよ。ね、親が YouTuber をやってます親が漫画家をやってます親が芸能人ゲームクリエイターです親がパティシエですっていうふうなことをやっていて子供もそういうふうに思ってくれれば全く問題ないんですけども多分親の職業の慣れの果ては自分は嫌だなって思ってるからまあこういうふうなね 子供の将来になりたい職業と親のなってほしくない職業が対立するんじゃないかなと思うんですよ。やっぱりね、親の子供についてほしくない職業の語彙が介護士になってますけども、介護士として働いていて、それで幸せな家庭を築いたらね、子供が介護士になりたいって言ったら、おう頑張れって言ったら協力しくれるんじゃないかなと思うんですけどね。どうなんですよね。介護士をしてるからこそ、介護士をしてくれるなって思う親がいるとしたら、多分、 介護士でものすごく苦労されていていねちょっとなかなかあの余裕を持てない暮らしに陥っちゃったからかもしれないですよね。まあでも介護士っても様々なんで、うん、介護士のね多分ね平均年収で一番高いのは700万ぐらいがいたのかな介護士っても様々ですからね。うん、であとはまだ介護士も伸びしろがあるんでいろんな業界をねこれから作っていけると思うんですよ。うんまあ、少ななくともい,やいや働いてるんでなければ もっとね、えー、新しい方が参入してくれそうな職業の作り方っていうのはできるんじゃないかなと思うんですよ。で、自衛隊は最近あれでしょうね、防衛費が上がったんで多分人気の職業になるんじゃないですかなんか、あれでしょ防衛費が倍になるわけでしょってことは、一気に待遇が良くなって給料も上がりやすくなるってことを考えると、なんかすごく有利な条件だと思うんですけどね。<laughs> 単純に待遇が倍になるって多分他の職業ではないですからね。 まあ政治家はね、ちょっとまあ、親が子供になってほしくないって思うのはわかりますけども、うん、芸能人はあれじゃないですか、うん、やってもらってもいいんじゃないですかまあ芸能の種類にもよりますけども、うん、まあ例えば芸能人でもね、なんかこうコメンテーターみたいなやつとかは、なんかいくつまでやっても、うん、長続きそうですし、書籍を書いたり、なんかバラエティー読んでもらったりとか、職種の幅が広がりそうですしね。うん それなんか自分の子供が芸能人だったらちょっと鼻が高いみたいなところもあるかなと思うんですけども反対なんですね、うん、まあ芸能人ってもいろいろですからねで今回はその YouTuber についてもうちょっと掘り下げていきたいんですけどもじゃあ親が YouTuber をやっていて家族を支えてるとしたら多分子供が YouTuber やりたいって思うのは自然の流れだと思いますしそうなったらどこの誰に学ぶよりも親に学ぶんじゃないかなと思うんですよ まあということで、いい関係ができそうな気はするんですけども、子供について欲しくない職業の第一位が YouTuber ってことは、多分こう思ってる人ってのは自分自身が YouTuber でないか、YouTuber として結構ね、あの、空ぶってるんじゃないかなと思っちゃうんですけども、いかがですかね。ということで今回はね、あの、YouTuber 対決ではないですけども、子供がなりたい職業と、親が子供になってほしくない職業と比べてみました。参考になれば幸いです。